チャオ。久々のセンター分け、あっちゃんです。久々って何でもでしょ。あっちゃんね、高校の頃ずっとねセンター分けやった。だここに分け癖ができちゃったから右か左に分けててんけど久々にセンター分けの気分なんでもいいや。今日はねお刺身でってことでね、1380円の大物のコチ買ってきた。はい、ちょっとでっかいね、1380円、かなりでかいねんけどね、さばいていきたいと思います。はい、ってことで今回コチさばいていきたいと思います。今回コチね、ちゃんとね頭で締めてね、尻尾で抜いてね、神経抜いてくれてます。なんかね、白硬直もなくニョ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 してんの、なかなかこれは、良さげです。でね、コチ、まずねもうヒレが怖いんで切っていきます。でね、切っていくんだけど、一回ねこれで怪我してるから、あっちゃんね、もう取ったヒレで、ヒレ切ったのに切ったね元で怪我したね。これ怖いね、めっちゃくちゃ尖ってるからめっちゃ痛いね。うちのねヒレは気をつけましょう。でね、気まぐれさんね、ここ持ってこうやったけど、今回ね、またね、新たにこっちね、ノーカットでさばいとってんけど、ハサミで切ってた。それが正解かもわからん。あっちゃんもハサミで切りましょう。あっちゃんね、ちょっとね、いいハサミかな。これ100均のハサミやから。切れが悪いのよ。それでも切れます。まあ、これが正解かもわからんね。正解ってないねんけどね、魚さばきはね。でも、ね、何が正解かって、怪我せずね、綺麗にさばいて、で、できる限り捨てることなく、美味しくいただいて、で、ね、っていうことが、まあ、怪我せず美味しくいただくっていうのがね、で無駄なく捨てるとこをな、できるだけなくす、それがね、お魚の命をいただいて食べるものの敬意やと思うね。だから、こうね、怪我しないようにね。これね、ここめっちゃ硬いからね、100均のハサミで切れるかな。硬いのよ、こっちのヒレ。あー、痛い。でこっちはね、ぬるぬるんやから手怪我せんようにね、ほんまに怖いからね。よいしょ、つるんつるん、今度もね、前回手怪我したのもぬるぬるんでつるんって滑ったの。それでここで怪我した、この切ったヒレで怪我した。ヒレないのに切ったこの角、ここで怪我したんよ。ズッパー切れるからね、ほんまに。よいしょ、ヒレはね、いらない。こっちのヒレって綺麗なヒレだ。綺麗なヒレしてるでしょ。では、ね、これでいいですよ。ウロコを落としていきます。これウロコね、結構こっちのウロコは細かいウロコがついてるね。結構量が多いからね、がっつり飛ぶんだけど、これしっかり取らへんかったのに、ね、あかんね、いやなんね。それでね、これ切ってもここに飛びあるからね、ここ手すり出してずっと行くから、これ怖いから気をつけてください。この辺にも、ね、頭の人とかにもあるから ね、こっちは前の魚のこれ、ね、で最後ね、金沢市でこしたらいらしいんだけどね、金沢市うちないんだから、これね、包丁でこっとけます。こっちのね、鱗細かいでしょ。ちっちゃいちっちゃい鱗がね、ちっちゃい鱗がいいんだけどね、この白いところにも鱗があります。ここで包丁でこっとけましょう。
そう、あと交渉ね、しっかりしっかり、まだ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 あるからね、今の時期もソチめちゃくちゃ美味しいからね。ここ持ったらね、ずるっとするでしょ。あれで手切ったりするからね、怖いなー。まあ、こんな感じね。この辺ちょっとね、はい、いた、ここでキッキーだ、今キッキーよね。激しくはなかったね、チクンって。絶対に魚で絶対しないよね。そうすると手ズバッといるから、はい、では食べていきましょう。こっちはね、もうね、気まぐれ三流でいきます。すごくいいんでね、お尻のね、この後ろ、ここでこれ落とします。もうこれ何もないからね、これで終わりで、ここはね、今回ね、ここでね、釜で落としとってんけど、あっちゃんどうしようかな。気まぐれさんと同じ食べ方じゃなくね、このヒレの後ろのこっから行こうかな。いや、ちょっと待って、さっきお腹を裂こう。このとこからね、逆包丁で、さっき下げたかったかな。あ、飛んでいっちゃったね。包丁の前にね、手を持っていかない。こうやったらズバ切ったらあかんから、包丁のね、後ろからこう持っていくんやけど、そうで入れろ。ラッカーもからね。なんでかって言ったらね、内臓を傷つけたくないのよ。こういうのって卵、ほら、卵入ってるでしょ。こっちはね、卵が入ってんのよ。これをきれいに取りたいから、すごくね、美味しいね、こっちの卵、内臓ももちろんね、こっちはすっちゃくちゃ美味しいから、これを傷つけたくないね。だからまずね、内臓を、肝も美味しいからね。どうしよう、どうしよう。中途半端にやっちゃった。ヘラ、ね、いつもと一緒に釜の後ろからね、入れていくわ。ね、ヒレの後ろからこう落としていって、でね、背骨抜いてくれてあるから、これ多分すごい楽やと思うんだけど、じゃあここ開くでしょ。ハサミを対応しましょう、楽なんで。だこうね、お腹が開くでしょう。これ肝、肝を
気もします。ニラ玉ね、潰さんようにね。なんかいいなんか入ってる、ね、こっちの胃袋おいしいからね。こっち胃袋を切ります。これ背骨、ね、切ってくれてあるから、どこで切ってくれたのかな。このね、関節、この関節に入れます。関節に入れると結構簡単に落ちるんでね。よいしょ、落ちるんだ。関節に入れるとトンと入るんでね。でね、頭が落ちるんで、はい。で、これ卵、卵は傷つけないように、これをね、甘辛く煮つけるとめちゃくちゃ美味しいんでね。好きなのを取っときます。で、これね、胴体もこんだけ。あと、この血合い、これね、血合いって言うけど腎臓らしいね。腎臓、うん、なんからしいね。こっちはね、結構簡単に取れます。これほら簡単に取れるんでね。あとも洗っておきます。これ胃袋、こっちの胃袋もね、コリコリして美味しいんで取っときます。普通のこっちめちゃくちゃ美味しいからね。よいしょ、ちょっとね、1300円高いなと思うけど、夏のフグやね。夏にね、フグ食べた気分になれるっていうね。もうフグぐらい美味しいからね、薄作りすると最高やからね。こんだけ大きかったらね、1300円します。これで頭かま取れたんで、あとでこれ洗います。ニラ玉を潰さないようにしてみましょう。なんか豆みたいな。なんやねん、胆のうかな、ニラ玉って。感じるって苦いっていうやん。ざっと洗って、やってみましょう。シミケアって気持ち良いですね。胃袋もね、洗っていきましょう。なんか多いか。なんか硬い。硬いのにかが多いぞ。止めたらね、キューって仕事出てくるのが出てきてる。おお、なんだこれ、気持ち悪い。シャコ、シャコ食べる。なかなかグルメやね。で、だいぶ、ちゃうか、まな板洗いついでやからね。洗いついでに胃袋を洗っておいて、それを取ってきます。こっちの胃袋めちゃくちゃ
ちゃ美味しいから、これ絶対食べないわけにはいかない。全然臭くないのよ。多分すごい新鮮なこっちやと思う。ではね、さばいていきましょう。まずね、胴体、尻尾の身はね、お刺身にちょうだいね。で、頭の方もね、お刺身美味しいんやけど、頭っていうのはお腹のとこもお刺身美味しいんやけどね、あそこね、煮つけてもいいらしいんやけどね。じゃあどうしようかな。とりあえずね、これ簡単なんでね、こっちのね、尻尾もめちゃくちゃ簡単なんで、もう大名おろしでもバーンってさばけるぐらい簡単なんで、ね、まあ、今回ちょっとこう普通に行きましょうか。すごいいい出汁が出るんで、はい、もうこんなの買っておりた。全然ちょっと大変だね。これ後でね、でこれで出しております。でこれはね、あとも皮引いたら終わり。これとお腹の身、ここがねちょっとねさばく難しいね。ちゃんとあるんだけど、ちょっと血が残ってね、きれいに拭き取りましょう。血が薄いんで臭いからね。これカマンとかやな、カマンとかこっち一緒に切ってきたやな。硬いな。こんなん初めてや、こういうさばき方も初めてやからね。骨をね、こんところでこちらか、ちょこやりやすくん、え、ね、聞こえん、ここね、腹骨を断ち切ります。でかいから硬いな。前にね、さばいたでかいやつもこれぐらいだよね。で、ここでね、よいしょ、こんな感じ。こっちも、腹骨を断ち切って、曲がってるでしょ。でもね、うまいこと引けたら綺麗に引けんねん。難しいんだけど、引けた時気持ちいいよね。
もう失敗してる。でかいこと難しいな。残ったでしょ、中の方。これが難しい。難しいね。もったいないけどね。銀が持っていかれちゃったけど、こんな感じ。まあもう綺麗だ。これね、難しい時は真ん中で切って、でさばいてみて。一回行こう、失敗しても、ね、大きいこと難しいな。よっしゃー、お、綺麗にいった、ここだけや。ここだけやね。綺麗にいったね、こっちね。いつもこうどっか残るけど。あ、はーい、ちょっと待ってくださーい。いや、郵便局さんが来てアイスで寝ちゃったわ。変な人生まれたかな。いいよ、YouTuber だし。はい、気を取り直して気を取り直そうと思うね。胴体のお腹のとこね、このところをね、どうしようかな。一応ね、いいとこか。これね、ここに骨があるんだけど、腹骨、腹骨というのがね、これがね、ここまで入ってないね。なんか不思議な形でね。だからここまでいったね。ここで頭、この辺で、ここで当たんね。当たるから、当たったら包丁下向けて押していって、で、下からここまで行ったらね、ちょっとこうやるな、ここをかわして、で、ここをね、こっから外向いて、おお、そいだら皮むけんのね、結構簡単に取るね。これ、ここに骨やね、こっちには骨ないやね。で、こっちかもね、どうしよう、こっちかもお刺身しようか。こんな取り方したの初めてやからな。この釜のとこ取ろうか。これ釜やね、ここ多分取るとこ間違いだよ。硬いの、いらんとこ、いらんとこ、他で
からお腹の身やねんけどね、ここも美味しいねん。結構骨は強いの入ってんねんけど、でうちからこの皮はねそんなに気にならなかったね。食べる時結構大きいからね。今残ってる、あ、これ釜や、これ釜やから何回使いましょう。これがね皮、皮やねんけど、どうしようかね。これをどうしよう。まあ、釜のところを外しておきましょう。これ釜ね。そうするとね、こうさばきやすいんだけど、これどうしようかな。煮付けにしようかな。ちょっと難しいな。皮を残していこうか。こうやってね、ここまでいったら、ここから下に。皮残して切ります。さっき皮一緒にね、引いてしまったんで、お刺身ですね、引いてしまったんだけど、こっち側も骨に沿ってこうこれね、腹骨の皮ついたお腹の身で、ここで骨を取りましょう。結構ね、この腹のところは強い骨が骨に入っている。よいしょ。結構ボロボロになるね。これ煮付けにするんじゃない？これ十分やね。こっち側はもうどこや。こういう骨入ってへん。こっち綺麗に取れたね。多分骨が下げ。煮付けにしましょう。で、皮を引いた方。これね、ここに骨が入ってると。こっちはね、こっち骨入っとんな。こっちから抜いたのかな。こっちから抜かなかな。よいしょ、よいしょ、OK かな。 OK です。で、ここはね、ここに何本ぐらい入っとるんで、ここに5つでしょ。で、ここに1本で、ここにもう1本、OK かな。お箸じゃない、切れとった、折れた。さっきのほんとちっちゃかったなと思って、妙に短かったな。真ん中のすごい長いのに OK です。これでね、こっちのねさばき終わり。あと頭終わろうか。頭終わったら終わりです。ことでね、よし、頭硬いからね気をつけましょう。もうね、立ててこうやったらいいんだけど、ちょっと言わながら借りてます。
ーもうちょっと分厚い包丁が欲しい。包丁が薄いから手が痛いし硬い。手気つけましょうね。マジで頭は危ないんでね。よいしょ、よいしょ、切れた。で、ここエラ。これをね、断ち切ると、今度は断ち切ると。出番ゴツが欲しいな。これとここ取れるでしょ。これね痛いねん。こいつめちゃくちゃここ痛いから、ここほらトゲトゲでしょ。手刺さった痛いから軍手履いた方がいいよって気まぐれさんが言ったけど、こっちは軍手嫌いなんで履かへんねんけど、みんなは軍手履いてくださいね。この根元ここも手でねブリブリってちぎれんねんけど、こんな感じで、ここで釜を割りたかったら、ポンと包丁入れたら、釜が割れます。ほっぺた肉、ここ美味しいよ。こっちの顔はね、ほっぺた肉めっちゃ美味しいから、ぜひぜひ食べてみてください。これ、前。割る前にこれ先取ってもいいんだけどね。じゃあ今割ってから取ってもいいね。楽やから。よいしょ。前を取って、上側は引きちぎって、で、ここ。よいしょ。で、ここから上を。はい、今日のあっちゃんのコチさばいた動画いかがでしたでしょうか。コチもう何回もやってるけどね、よかったよって思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。